今日食べたご飯はサクッタップするチャンネル。今日のご飯チャンネル。今日はビャンビャン麺。えー、なんかお笑いのお、なんか書き方のネタにもなっているビャンビャン麺。カルディで買ってきたんですよ。えー、12分もね、これあの、茹でるんですが、太い麺です。で、えっ、ー、と、このビャンビャン麺のタレは別売りで売ってたので、これに、えー、豚肉とをちょっと茹でて、あ、ま、しゃぶしゃぶにした感じなのかな。ほんまはなんか、えーと、 ミンチ肉とかを,を乗せるのみたいなんですけど、もう邪魔くさいので豚肉、しゃぶしゃぶで茹でたやつです。で、食べたんですけど、これうまいんですよ。このタレもね、中の、えー、なんうですかね、酸素が効いてちょっとピリッとしててですね、もう現地で食べてるみたいな、えー、これ台湾とかでもこういう味あったと思うんですけどね、麺自身は中国のお食べ物らしいんですけれども、 これあの、ワンタンみたいなもんなんかなと思ったんですけども、ワンタンよりも歯ごたえがあって、えー、うどんよりも、えー、柔らかい、ふにゃっとしていると。で、こんな太いの美味しいのかなどうなのかなと思ったんですけど、これがなかなかうまいんですよ。で、量的にもね、なんかこんなん足るんかなと思ってたんですけども、え一、ー、本が、えっ、ー、と、太くてでかいので、結構お腹いっぱいになるんですね。 で、あんまり塩分取ったらどうかなと思って、え、控えてたんですが、最後残ってるやつを絞り出しています。いや、これ美味しかったです。あの、カルディで売ってたらちょっと一回ね、皆さん食べてみてください。ほんで、やっぱ豚肉入れて正解でしたね。で、ちょっとおまけで今日は、あ次の日かな、万代で、万代というスーパーが近くにできたので、えー、父親が買ってきた、ということで、ちょっと僕もいただきましたと。 え、さっきの、ビャンビャン麺朝飯なんですよ、まさかの。で、これ昼飯ということですね。えー、赤飯、スーパーの赤飯大好きなんですよ。なんか、もち米で、あれ、あの、ごま、ごま塩が美味しいですね。で、これ400円ぐらいなんですけども、万代の酒が本当に美味しい。 これもう酒を買うなら僕はもう万代あの店で焼かれてるそうなんですけれども、えー、父親がね弁当と単品と間違えて弁当を買ってきたというでもこれご飯もねなかなか美味しかったんですよねで立派な酒でこれご飯もついて400円もうこれあのしょうもないなんか弁当を買うんだったらもうこの400円の酒弁当マジで最高ですねこれなんかあの、えー、お店の酒、えー 定食みたいな、あの、食べるよりもよっぽど、えー、素晴らしい酒でございますね。これ、後で、えー、僕、お茶漬けしたんですけど、お茶漬けにしても、酒茶漬け、これでシャツ、酒茶漬けしたら、本当に美味しかったです。えー、というところで、えー、今日は目新しいもんばっかりでしたけど、えー、ビャンビャン麺、ほんまに美味しかったので、えー、ちょっと見かけられたんで、ね、こういうの好きな方は、えー、ああいう中国残暑みたいなのが好きな方は、えー、 買われてはいかがでしょうか。というところで、えー、今日食べたご飯をサクッとアップするチャンネル、今日のご飯チャンネル、チャンネル登録よろしければこちらでお願いします。毎朝7時にアップしております。いいねいただけるとありがたいのでポチッと押しておいてくださいませ。それではまた明日朝お会いいたしましょう。本日もご覧いただきありがとうございました。ビャンビャン麺か。ます、あ、ちょっとしばらくは買わないとは思うんですが、また食べたくなるときは必ず来そうです。